はいどうもお茶です。じゃあ久しぶりにねデビルメイクライやっていこうと思います。前回の投稿ねめちゃくちゃ時間空いちゃって申し訳なかったです。本当はため撮りしててなるべくね早めに出そうと思ってたんですが、あの動画ね編集してやっと14分ぐらいの短さになったんですけど、もともと50分ぐらいある動画ですごい編集がめんどくさかったっていうのが原因でね、なかなかちょっとねアップする気になれなかったっていうのがね遅れた原因です。はい、まあでもね本当にもうモンハンワールドとかも控えてるし、なるべく早くねデビルメイクライをね終わらしたいんで、多分もうそろそろ終盤だし、もう本当になるべくパッパッパってね動画アップしていくんで、はい、お願いします。ってことで続きですね。運命の輪をクリアした後ですね、まあ、プレイステーション3の方もね限界を迎えてきてるようでね、なかなか労働しなかったりフリーズ仕掛けたりみたいなことがね多々あるんで、おなんか音楽が変わりましたね。これもしかしたらラストな可能性もワンチャンじゃないかな。16でラストか、わかんない。いやでもさすがに早すぎるか、多分18とか20ぐらいまでいくんじゃないかな。まあ、で今2294あって、で確かそのとりあえずバイタルさ絶対買っといた方がいいのと、イエローオーブが消えちゃったんで、そうそう、これをね、まあ、2個くらい買っておいて、ね、814か。うん、まあ、デビルスターかな、とりあえず。で、もう何も買えないんで、行きますか。暗闇の悪夢、ヘルメスの杖の謎を解け。でさ、プレイステーション4でリメイク出るらしいですね。デビルメイクラ1と2と3が入った、ブルーオーブ。お、いいですね。なので、ワンチャン、プレス3の方がぶっ壊れても起動しなくなったら、プレイステーション4でもできるんで、そっちでもね、やろうと思います。はい。多分そっちも値段そんな高くないんじゃないかな。これ1500円で買えたんですけど、あれこっちじゃないか。やっちゃった。OK。こっちじゃなかったですね、多分。こっちか。ん？違うか。いいのか。ヘルメスの杖、なんかここでそういえば手に入れたな。運命の輪だっけ手に入れたの確か。どこにあるんだ。あ、これヘルメスの杖か。なんか運命の輪とかいうの手に入れて、関係ないか。なんかでも運命の輪っていうの、あ、ここか。これかな？最初、コロシアムとりあえず行きますか。あっちの扉かな？これの方早いんでね。これで移動しましょう。また出ましたね。殺しときますか。いい加減。え？何これ？え？あ、これ R3 押すと武器変えれる。知らなかった。知らなかった。武器変えれます、こうやって。わざわざオプション開かなくてもいいんですね。まあ、アラストルかな。イフリートはそんな強いイメージないんで。どこ行けばいいんだろう。まだ死神の声聞こえるな。確かここ行って、行ったんですよね。うん、ここ行ったからここかな。今度これだ多分。これまた多分奥なんか変なのいる。これはめれますね、これで。これワンチャンここ行けんじゃねえかな。行けねえか。下にもいますね。これいけますね。ここ多分穴開きます。うん、いけますね。よし、これイエローオーブじゃないか。いいですね。もう鳥戦でね5個あったイエローオーブ全部使ったんで、これで3回死ねますね。まあ、なるべく死なないでいきたいんですけどね。で、この扉かな？
ん？ここ合ってんのか、本当に。これはエレベーターのやつじゃん。これでドアが開くっていう感じかな。多分合ってるかな。なんかでもトラップってか、この道は同じ感じなんだけど、この前の動画の時来た場所と、もう同じだけど多分違う道って感じなのかな。ここ多分あれですよね。デビルスターが溜まるやつ。マックスになるっていう。あれ？もうマックスだから関係ないってことか。やべ。あー、めんどくせ。もう普通に歩いていきますか、これは。おっと。いやー、これまたこういう感じか。なんだろう、これ。これ大丈夫か。お、今回スムーズに来れた。ナイトメア。お、なんか武器手に入れましたね。うわぁ、なんかと戦うんだ、これ。ちょっと装備してみますか。その威力は未知数。すげえ強そうなんだけど。おぉ、かっこいい。ナイトメアベータって読むのかな。おぉ、跳ね返るか。ビーム系ですね。なんかすげえ、ジャンプ上手くなったの、俺。ここじゃ来なくてもよかった感じか、多分。おっと、危ない危ない。もしかしたら、ちょっと迷子になってたんでカットしてるかもしれないです。はい。ってことで、多分道こっちで合ってると思います。マップをね、見るってことを覚えたんで、でね、多分ね、このね、光ってるんで、ここで合ってると思うんですよ。でね、ちょっと途中の死神でね、かなりダメージを削られてしまいました。お、デビルスターこれも手に入るのか。818がバイタルスター使って買っときますかね、これ。ここにちょうどアイテム買うショップあるんで。バイタルスター、そうですね。これで多分いいと思います。まあ、もう結構多分終盤だと思うんで。なんか書いてありますね。誰かの物語。奥深く一握りて、文字化けしててわからない子は。なんだこれ。よし、合ってましたね、ここでした。なんだろうな、結構やっぱ終盤の匂いがすごいですね。おい、なんかすごいホラー色が、なかなかに。これ洋館じゃね、最初の。違うか？また違う。いや、洋館ですね、多分最初のね、これ。違うか。なんかでもすごい騎士感があるな。オブルオブある。かけらか。かけらだ。あと一個で、マックスなる。これ多分ここに、エレベーターのやつあるんで、どうすればいいんだろう。乗って、あ、いけるいける。よいしょ。あれ。で？うお、ずるいってそれ。ずるいってそれは。なにこれ、敵？ん？ちょっと、お、なんか人型になった。あれ、これ鳥より弱いまであんじゃねえか。
これはめれね、これ。あ、はめれる。あ、これ雑魚的？なんかボス的な存在だと思ったけど、雑魚的臭いですね。いやー、でも雑魚的であれだったらちょっと強いんじゃないか。あれ、どこがいたんだ。方向音痴だからさ。あ、あっち側に今扉見えた。よいしょ。多分こっち。うん。いや、雑魚的であれか。いますね、また。これ複数、うわ、分裂した。うわ、強え、強え、強え。まずい。ちょっと。もうこれに頼らざるを得ない。減らねえ、買ってこいつら。マジか。え、これ、いいの本当に戦って。やべ。何こいつら分身するんだけど、どういうこと？いてててて。大丈夫か？うわ、え、ちょっと何これ、え、ちょっとこれ急いで倒さないとダメなやつじゃないか。え、何これ、これ鬼畜だろう。ほら、また分身した。はめろはめろ。これ、キリが開かないんで、ちょっと行きます、もう。何あれ？あ、よかった、マリオネット。安心する、お前。やべ。いや、ちょっと、あいつらどうすればいいんだろう。やっぱこいつらは雑魚ですね。いや、あれ分裂すんのか。いや、なんか進むの怖いな。死にそう、どっかで。なんだろう。ん？魔の波動。うわ、ビビった。何これ、壊すってこと？ん？なんだろう。ダメだな、これ。これに変えますか？あ、間違った。グレネードガン。こっちの方多分強いっすね。弱いわ、このレーザー武器。ん？なんだこれ。多分これね、謎解き要素がある。だと思う。ここかな。え、どうすりゃいいのこれ。こいつは邪魔で攻撃できねえけど。いや、勝手にタゲそっち向くしな。どうしよう。で、入れ、やべ、やった。この時に攻撃しろってことか。入れ、いって、もうこれはまた苦戦しそうな敵ですね。はい、今、イエローオブゼロですね。で、このボスクソ強くて、正直クリアできるビジョンが見えないんで、いや、もしかしたらここで一回積むかもしんないですね。これね、イエローオブゼロになって死ぬと、またミッションを最初からやり直しっていう結構鬼畜な、あれなんですよね。一応ね、攻略みたいなのは分かったんですけど、いや、本当に難しい。で、これでね、
この罠を起動すると、後ろにコアが出るんですよ、コア。ここら辺にね、多分今からコア出てくると思うんですけど、これをどうにか行って、そうそう、これこれ。で、これもね、かいくぐりつつ攻撃しろとかいうね、結構な難易度で。で、これ飲まれるとやばい世界連れてかれるんで、絶対飲まれちゃダメっていう。で、このフロストっていうらしいんですけど、このウジ虫みたいなの。これどうやら殺せるらしいですね。うん。だけど、多分無視して、このコアね、出した方が早いと思うんで、で、この波動拳は絶対当たっちゃダメ。いけ。で、近づくとこんな斧みたいなの出してくる、もううざいっていう。どこ行った？コア。ありました、ありました。もう無視して行きましょう、ガツガツと。減りますね、やっぱ。デビルカーは強いですね。これワンチャンコア出して、もう速攻デビルスター使ってみたいな。なんか変なトロフィーもらった。あのね、タゲが勝手にフロストに向くってのも結構、鬼畜で、めんどくさいっていう。この波動拳は本当に食らっちゃダメ。なんで、よし。デビルカ使って、まだね、一応バイタルサー取ってあります。あれこれ。コア消えた？出た来た来た。いや、いて。もったいね、デビルカ。終わってた。もう一回使うか？いや、やめとこ。うわー、飲まれた。これ飲まれるとね、辛いんですよ。一回戦った雲のボスいたじゃないですか。あれと戦うことになります。まあ、とりあえず最初の骸骨はね、弱いんですが、あそこにちょっと黒い影で、雲の、あれあるじゃないですか、影っていうか、あれがね、復活してくる。やべ。で、あとこいつ倒して、いれ！これ2発で殺せる。で、雲が出てくるっていう。よいしょ。これはちゃんと避けていきましょう。いやー、当たった。やべ。よいしょ。これめんどくさいな、こいつ。いちいちひるむと無敵入るんで。よいしょ。よいしょ。で、こいつ顔以外効かないってのも結構めんどくさいですよね。なんだろう。あー、これか。溶岩か。もう一発来るんじゃないかな。来ないか。よいしょ。で、どうだろう。あと一発！オッケー！で、取って、どうするんだろう。ここか。よし！で、多分また、戦うことになるはずなんでですよね。お、お、すげえ、めっちゃダメージ。へぇもう、勝てるんじゃないか、これ使って。オッケー！やった。本当に詰むかと思った。けどなんか結構簡単に勝ったな。いや、よかった。なんとかね、イエローブ1個残して勝つことができました。青き霊石、なんだろう。ん？なんかすごい。クラブみたいな色合いになってんだけど、カラフルになってますね。はい、ちょっと迷子になってて、いろいろね、調べてたんですけど、どうやらここ扉だったらしくて、なんかすごい色似てたんで、俺背景と一緒かと思って、いろいろ探してたんですよ。完全に時間の無駄でした。ここでした。
ねえ、ここ進んでるっぽいね。最悪だよ。あーで、ここでなんか落ちたらダメらしい。あ、最悪。落ちると多分ね、これドクロと戦うことになるって書いてあったと思います。はい。あれ違う？なんか酸素ゲージ減ってんだけど。やっぱドクロやん。酸素ゲージじゃない、体力ゲージ減ってんだけど。おい、ワンチャンここで死もあるんで。いや、すげえ減ってる。最悪。あ、でもグリーンオブ出るんだ。ありがてえ。これいけるかな？もし、あ、あれ？あ、ラッキー。落ちた方良かったわ。よし。エルメスの杖使って。右と左。これどっちだったっけな。とりあえずここは攻略サイト見ないでいきます。右行きます。ん？なんだなんだ。あれ、右じゃなかったってこと？左行こう。あ、左なのか。あれ、右なんだったんだろう。じゃあ今日は43分かかりましたね。この前の鳥よりかかりましたね。まあ、実際ボス戦はそんな長くはなかったんですが、まあ結構苦戦はしました。まあどっちかといったらクリアした後の扉探しがね、すごい時間かかったと思います。はい。ってことは安定の D ですね。俺多分デビルメイクらい向いてないわ。さあ、イエローオーブまだ1個あるんで、もう1個ぐらい買ってからかな。うん。まあ、それは次のね、プレイした時の俺に聞きましょう。ということで、今日はね、ここまでにしたいと思います。チャンネル登録とか高評価ね、本当ありがとうございます。ってことで、セーブして、からの失礼します。